ラーメン401 VS クソ親父最後の一振り。始まっちゃいました。ということでこれ何なんでしょうかというとですね、今回なんと人類皆麺類という大阪の超有名店がプロデュースしたお店両店舗なんですよ。でどちらも貝の出汁を特徴的な麺を出しているんで、今回はねクソ親父が二郎系じゃないので VS 形式にしちゃおうかなということで始まっちゃいましたね。いきなりもうどんどんいきますよ今日はね。店名の主張が強すぎて。そうですか。まず池尻大橋にありますキッチン401ね、我々が住んでいた場所ですね。キッチン401過去にね、そうそうそう、池尻大橋といえばか。キッチン401というのはですね、バー&レストランなんですけども、なんと日曜だけラーメン401になるんですよ。ああなるほど。そう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 、普段はキッチン401なんだけど、このようにね看板が外に出るんで、出てたらやってるよということで、なんかおでんとか売ってるとこですよね。その通りです。行ったことある。その通りなんですよ。行ったわ。あの店ですよ、地下にある。あちらのね。はいはいはい。で、食券から見ていきますけども、食券制ではございません。ね。食券制ではないんですけど、オーダー式なんで、白黒ミックスの汁なしということで、貝かカツオか、白黒のミックスか、あと汁なしもやってる。汁なし。同じことを2回言っていくような気がしますけども、今回は白の貝だし薄口醤油を選択。主役丼ということで第2にしておりまして、貝だし薄口醤油960円ですね。第2にするとしっかりとした量が入ってる。豚がすごいすごいですね。ボールがない代わりにですね、豚の大きさ、そして花かつお、海苔なんかが入るオリジナリティあふれる一品でございます。一方その頃、こちらはクソ親父最後の一振り、大阪市淀川区の十三本町、阪急のね十三駅の西口の駅前にもうほぼあると言っていいでしょう。十三阪南号13駅と呼んでましたけども、私は十三駅ですね。でですね、1階カウンター席に2階座席のお部屋があり、今回は2階で食べております。広いんですよ。食券制ではございませんね。何度も言いますけども、外で並んでる間にオーダー聞かれるんで、そこで決めてください。で今回は淡口醤油のしじみラーメンを選択ということでね、同じ回の土俵でどう違うんでしょうかね。このようになっておりますしじみラーメン。こちらもコールはもちろんございませんが、見てわかる通りですね、しじみの身、レアな焼き豚、デフォルトで入ってる具材が非常に豊か。なんか豚すごいですね。そうなんですよ。後ほど見ていきます。主張がやっぱり。まずは東京からね見ていきますけども、東京に変わった。東京に変わりました。スープをね沈ませていきますが、見てくださいこの黄金色に輝く美しいスープですね。ねこれね貝の香りがもうこの時点で口から鼻に抜けていくんですね。上品ですね。上品なんですよ。その通り。ね、一見塩に見えますよね。でもこの見た目で一応醤油なんですよね。そうですね。醤油の味も結構するんですよ。なるほど。でやっぱりこれ見逃せない豚。やっぱ気になりますよ。これはね、一個前にラーメン影武者出しましたけど、もうそれを超えるかもしれないぐらいの分厚さですよね。分厚いですね。程よくね繊維感があってですね、噛みつきがいのある豚なんですけども、噛みつきがいのある豚、この繊維感にこの貝のスープをこう染み込ませるように食べると、美味しそう。これが肉に染み込んで美味しいと。なるほど。下味でねブラックペッパーもついてるんで、ブラックペッパーもついてるんで、言い方は別にいいです最高なんですね。一方その頃大阪ね、またスイッチしていきました。これ任天堂スイッチのスイッチから撮ってますけど。そうだったんですか。そうそう。で、オーダーメイドでなんとろ過する機械を作ってですね、そこからこう出てきた水を使ってるということで、最高のスープですよね。しじみの繊維など繊細な風味を存分に味わえるということで、飲むシーンはございませんね。レア焼き豚を見ていきましょう。しゃぶしゃぶみたいな。そう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 。この豚の追加はしてないんですけど、こんなにいっぱい入れてくれて、枚数が非常に嬉しいですね。すごい。あれでね、生ハム、そう、その通り、生ハム。言ってます。これしゃぶ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 か。楽しめる上品な一品で、しじみと喧嘩しないように配慮された調理法になっています。ですね。なるほど。帰ってきた東京ですね。はい、どんどん変わっていきましょうね。野菜ですけども、まあ、花かつおと一緒にいきますけども、うん、まず食感としてはめちゃめちゃなシャキ、ね、めちゃシャキめちゃシャキ、貝と野菜のコンビ、これまで体験したことのない味わいだ。なかなかない。誰だよ。誰だよ。ないんだ。誰だよ。強いて言うならボンゴレビアンコの野菜増しのような。それでいいんです。いいです。増えたな。ついてこれてるんでしょう。そして麺なんですよね。はい、やっぱり注目していただきたい。これ中太やや上太め。一般的なジュに比べてやっぱりね、このように少し細いですけども、少し細いですが、まあよりラーメンっていう感じのね。ただすっげえ食感がいい。もち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 、はい、歯ごたえ抜群。貝と一緒にね、ほのかにこう漂ってくる醤油の香りがまた上質でございますよね。なるほど、はい。まあ海苔もついてますんで。海苔珍しい。これがね、海の食材とやっぱりマッチしていくんで、やっぱり磯の感じがね。そうそうそう、貝を閉じ込める役もあるんじゃないでしょうか。ほう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 。そう、大阪行ってみんでということで、行ってみんで大阪で麺をね作っていきましょうね。いいよっと、画質が綺麗だね。全粒粉を使用しているんで麺に茶色い粉が出るんですけども、これがね独特の風味を放っているんですね。全粒粉って結構なんかつけ麺とかでね、まああるねあるね、エネルギーが強いらしいですね。エネルギーね、上品なんで少しずつしかもうすくえないような、遠慮しちゃうぐらい美味しいということでね。一緒に作るとですね、このエキスがいっぱい混ざってまるでフランス料理。フランス料理。なんて言っちゃいますよ。どういう意味かは分かりません。言ってないし、しかもね。さあ東京戻ってきましょう。これがファイナルターンかな。これニンニクあるんです。こちらはやはり。最後はもうコルクだから、その時点でおしゃれね。コルクだから。いや行くなお。めちゃめちゃ。TV なんで。ここぞとばかりに。ただこの時点でね、ちょっとこれ入れすぎかなってちょっと不安になってきました。不安になったんね。やっぱりね、どう左右するんでしょうか、この選択。やっぱりそうだったね。不安的中ね。非常に辛い刺激にんにくなんで、貝の味消さないように少量にした方がいいだね。なるほど、自分のせいですよ本当に。セルフでスープがねカイカイしてますんで、カイカイしてて、後半味をね抑えたくなったらその効果抜群ですね。貝の味しつこいなってなったら、でもそんな人多分いないと思います。ずっと美味しいし、もう完飲しちゃったし、もう完飲した。めちゃくちゃ美味しかったですこれ。では戦闘力をマシマシレベルを見ていきますけど、毎回間違える。77.22 なんですけど、これ量じゃないですからこれ。セルフ91もあるし。セルフ91。40.1、まああれは401に合わせてきましたけど。あとファイナルターンって言ったらもう一回大阪行くのかな。ごめんなさい。大阪の方の最後の食べるシーンはまた撮れてなかったということで。なんぞや。ちょっと終わりなんですけど、すいません。最近ちょっとやらかしょうじゃないですか。すいません。ちょっとこの日混んでたからさっと出なきゃいけなかった。いやいや、俺はいいんですけどね。まああとバーサス形式ということで。勝者はですね。ドロー。なるほどね。ドローです。本当にドローでいいんですか？ドローだよこれは。いや本当にどちらもいい部分があってですね、唯一つけがたかったというのが。なるほど。ただ僕たち自己紹介してないです。メンズ赤星でした。サクサクミルク赤谷でした。あれした。誰だったの？誰だよ。勝ち出せ言えよごちそうさん。